ポンキーさん、アンケートありがとうございます。人生これからだということで <laughs>。まあ、あのー、正直、まあ僕、まあ僕がいくら言ってもね、あれかもしれないですけど、僕はいつも感じてるのが、もう42だって話なんですよ。で、上の人から見たらね、いや、吉田さんまだ40じゃないですかと思うんですけど、僕はもう42なんですよ。 ネットビジネスに出会ってもう20年なんですよ。秒速ですよ。結構20年ってどうですかまあまあ長いですよね。でも秒で終わりました。僕の感覚値としては。だから一瞬なんですよ。だからもう42なんですよ。だから動けるんですよ。常に最近そういう気持ちもすごいあるし、時間に対しての、その、 時間は有限っていう言葉よくありますけどその有限っていう重みが相当重くなってきましたねそういう考え方になってきましたんでうん,なんかやれることやろうっていうところでうんなんだろうなまあ若い時も動けたけどもなんかその考え方がやっぱよ,より変わってきた部分ありますよねやっぱその時間に時間は有限っていうその有限の重みが変わったんでで逆に言うと ポンキーさんもまあ僕より上の方なのでうーんその考え方を時間は有限っていうところを重くどう深く深く考えられるかによって多分行動が変わってくると思うんですよねうんなんでまあ今回のマインドセットしっかりとぶち込んでいただいてまあ実際リアルで 動ける時間もどんどんなくなっていくわけじゃないですか。僕もそうですけど、僕10年後52ですし、まあ10月で40になりますけど、えー、10年後52だし、この20年振り返ると秒で終わりましたけど、20年後はもう60超えてるんですよ。うん。だからお金か、要はお金を稼ぐっていうことも大事なんだけど、使うことも大事だと僕は思うんですよ。申し訳ません、ね。これ大事なんで。お金を稼ぐことも大事です。でも使うことも大事だと思うんですよ。 だって、お金を集めるために生きてるんですかって話じゃないですか。お金は手段なんですよ。人生を、人生の選択を増やすための手段でしかないので、お金だけあります。だけど、その選択が、お金があることによっていっぱい選択はある、増えました。だけど、その選択を取れない。例えば、80歳で病院のベッドで1兆円持ってても使えないですよ。80歳で病院のベッドで1兆円あったとしても使えますか使えないですよ。 じゃあそれ持ってて意味あるんですかって話じゃないですか。使えない金持ってて意味ありますどうですか使えないんですよ。人生はお金集めゲームですからちゃいますよね。そのお金はツール手段なので選択を広げる。ただその選択できる時間も少ないわけですよ。ただ鹿児島でね、よくその観光スポットとかで、うんと、退職されて、 60を超えて、まあ、旅行行かれる方多いじゃないですか。で結構秘境とかあるんですけど、まあ、たまにね年取った方がこう,こう夫婦でこうなんか登られたりしますけどもまあだからそういう旅行にも行けなくなるわけですよ年取ってくるとね。う なので、稼ぐことも大事だけど、使うことも大事だよと。使える時間はどんどんなくなっていくよっていうことも考え、だから深く考えるってことですね。そもそも使える時間も長いよねっていう。そうするともっと深くなるじゃないですか。だって使えないお金がたくさんあってもしょうがないので。どうですか銀行口座に1兆円あっても使えなかった、なんか意味あります使えなかったら。 病院のベッドで銀行口座眺めます通帳。酸素マスクしながら通帳見上げてニヤニヤして死ねますか僕は死ねないですね。後悔しかないですよ、逆に。1兆円もあるのに俺は酸素マスクしてんのかみたいな。この1兆円、もっとなんか使えなかったかなっていう。まあ最終的に寄付するしかないでしょうね、なんかね。うーん。 なので、まあ、そこら辺をしっかりと考えていただくと、より深く、えー、早く行動できるんじゃないかなと思いますんで、まあ、頑張っていただきたいなと思います。た、まあ、多分ね、ピンキーさんは、ポン、ポン、ポンキーさんできると思うので、それにまあ気づいてると思うし、うーん。なので、頑張りましょう。うん、残りの人生もうあの、燃やし尽くして、もう燃やし尽くしてカラカラにしていきましょう。 僕はもう死ぬときはもう通帳ゼロにしたいので、稼いで通帳ゼロにして死にたいですから。うん、全部使い切るっていう。稼いで使い切る。そう命も使い切るって話ですね、うん。で、そうすれば後悔することなくないですか使い切ってんだから。そう。うん。はい。ということで、頑張っていきましょう。では。